野生の蚕であるテンサンは日本原産の種で、皇后さまは毎年この時期に飼育を始められます。皇居内の飼育室で25個の卵が貼られた短冊を餌となるクヌギの枝に取り付け、テンサンも食べやすい良い芽吹きですねと話されていました。収穫した繭は数年分まとめて糸にして布を織ることにしています。